冷えてるか？カリュー、カリューさん、生きてますか？ガリューさん、ガリューさん、あと13秒ラジオですけど、大丈夫ですか？もう、すみません、大丈夫ですか？何？誰の真似か分かる。目標を破壊しろ。分かる。ボム、戦車。誰の真似だよ。タラちゃん。誰だよ。タラちゃん。ああ。確かによく似てるって言われる。俺死んだらお前のせいだから。中で我慢するとかいう約束したっけ？そうだよ。いる。外した。反射。どこどこどこ。して。お前詰めんの？あ、中に。ごめん、お前のこと殺すことだった。ね。殺してないからいいんだけどね。おびき寄せろ、おびき寄せろ。ボムに、ボムに、ボムに、ボムに。ボムで開けてないです、ボムで開けてないです。あーめ、オッケーオッケー。オッケーオッケー。よかったよかったよかった。オッケーオッこれってケー。相手長くね？笑えむなんだよね。地味に。そう、笑えむじゃないんだよ、これ。作戦開始地点を腹立つやん。腹立ちはしないけど。は？長くね？誰？ホスト。ね、忘れてた。3秒のやつをセーブしとけよ。え、いや、それは GG じゃなくなっちゃうから。生きてる生きてる。アックスとかマジ生きてるよな。開幕アックスとか。わかるわ。ねえ。あ、いるいる。言ってるくせにそういうことはするんだ。ごめん、外した。ナイス。あ、待って、汚い汚い、拾っちゃった。俺もここにいていいかな。え、ボムあった？確認してねえけど、あれ。俺も確あ、認して壁走ってたわ、今、センター。あ、いるよ、こっち。最終局面だ。勝利をつかめ。お前そこにいて、俺見てくる。めっちゃことって言うけど。あれ？いいね、まだビンの設置はしてなかった。ボム設置。は？終わった。いいよ。ちょっと俺外したと思った。何が？アックス。え、どういうこと？完全に外したと思った。あ、お前が。いや、見ればわかる。見事だ、ブラックオプス。次のラウンドに備えろ。でもバンク狙ったのに最初から知ってるよ俺。うわ、なんかお前今きったねえもんしょってたな。なんか今ごめん、知らなかったな。なんか俺のこの名産が来たんだ。変えようかな。もずくねえさ。もずくか。めっちゃキモいこれ。ガイジ君さ、調子いい時マジ強いけど、調子悪い時ほんとうまいんだよね。ボムが起動。あ、ごめん、反射食らった。
それは別にいいよ。いやダメなんだよ反射やっぱ。あやべ死ぬ。フラッシュ死なないで母ちゃん。あえ反射じゃないの。えお前当ててた。ああそういうそういう相手と共にフラッシュ食らってたここで。絶対反射だと思った。はっ。作戦開始点を切り替える。ビーンキャ？何が？お前はいつのビーンキャ？ひげな、ちゃんとめビーンキャじゃないんだけど俺。A イキリなんだけど、イキリ A なんだけど俺。二人とも別に1ラウンド以外基本陰キャだから。あ、え、入った、え、入った。ここだ。ポネ。はい。あ、いる。どこ？サントラらへんの方。四トラね。あ、撃っちゃった？てか多分目合ってた。俺？え、違う違う、俺が4トラにやろうと。A にボム落ちてるから A 周りにいると思う。時間がない仕上げにかかれ。あ、でも俺見てるよ。あ、そう。見事だブラックオプス。いや、普通に広場から来たよ。マジ？線路も、え、どっから行った？やばから線路行ったのか。あのサントラ、え、マジ？いや、あれ、あの一発目は警告。サントラと4トラ一緒に見る感じでこう囲いから見てたから。あーラギア。いやもうそれもうね、ダメ。それもうダメ。これわざとじゃないから。それ狙ってできるっていうことをね、知っちゃってから本当にもうそれね、激サメ。初期リスいない。いや、そっから岩が見れる。ラギーは。マジラギー。ボムが設置された。かっこいい。よかった。あ、線路。その調子だ。次のラウンドに備えろ。すぐマジ来たれ。サイド交代。目標を守る。おお、くそ、パクろうかな。汚いよ。あ、ごめん。白番でなんかカッコつけてる。それ俺もそこ行きたかったな。いる。あ、ごめん、外したわ。あと囲いの方ね。あ、俺初めて死ぬかもしんない。あ、ってお前挟まれてるよ、ごめん。広場に設置来るかなと思ったら、あれ、いや設置行ったかもしんねえ。ん？ん？あ、設置来てた。反射。あ、ごめん。嘘。え、どこ行ったあいつ。は？お？え、あれ？そっちしかも。ごめん。ダブルタップうるせえなお前。そのダブルタップが貴様の勝率を下げているとも知らずに。どうだよ。サイド交代。ダブルタップ1回するたびに1割下がるからな勝率。
10回したら終わり。あ、お前さ、これ81の呪い。かかってるから。81ってか正確にあれ多分野獣の呪いなんだけゼロつけるとどか間違えてるね。赤飛んでる、赤飛んでる今。どこ吹くセンター？赤縦の奥、赤縦の奥。あ、俺死ぬこれ。ボムがフラッシュ。ああああ。ほっ？ほっ？見えなかった。いや、たまたまセンよかっターたからこ来れ。た系でしょ。野獣の呪い解けた。いや。気持ちいい。うわ、ローカスラッシュだ。紛争は終わらない。本当だ。ベストを尽くせ。まだこの人に2回連続アックスで殺されてるかもしれない。嘘か？わかんない。さっきどっちに殺されたか覚えてねえや。2人ともクランだけど一緒やん。いや、さっき小学校年生にやられた気がする。いや、さっき小学校年生だ。目標あ、は守り無視したに負けるとか。いや、これ小学校年生と言いつつ大学院1年目だから、この人。いや、医学部の大学5年目かもしれない。小学じゃないんだ。お前またアックスで殺される。お前ナイス。あ、待って、俺これ変態ポジがバレちゃうかもしんない。え？あの棒のところ？え？ち、相手は大丈夫、相手は大丈夫、相手医学部だから全然バレない。医学部ってバレないの？ バレない、バレない。謎なんだけど。マジ？いや、FPS やってる医学部とかバカだな。やばすぎ。てか FPS、FPS やってる人って大抵なんかあれだよね。なんかね。目標を解除しろ。あるよ。そうだね。ボム、ヒュー。わかる。Twitter とかで見てもみんなブルーワーカー。悲しいな。じゃあだ。お前フラッシュ投げたの？違うか。お前そんな臭いことするようなやつじゃないの？囲いに1人とここに1人。ここっじゃあて言っ俺てもは分かんない A 中を見ます。か。あ、滑りすぎだ。あ、当たんなかった。あ、ごめん。ボムトロー。左にいると思うぞ。ボムを回収した。無視。でも1人そこから出てくるんじゃない？あ、いた。やばすぎだから。ねえ、ちょっと。おお、とっと。え、ちょ、あの。どうすか、お前。右右右、線路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 。グリッチ。二人。ミッションタイムは残りわずか。ああ、遊んでたら。これで終わりじゃない。諦めるか。何週間もやってなかったやつ相手にさ、負けながらそういうことするのってどういう心境でやってんのかな。医学部だもん、だって。あ、そうか、ごめん。医学部バカにしてるみたい。なんで医学部ってダメみたいな。謎なんだけど。どこしてんだよ。セラ、医学部を超越してるってやばそう、なんか。え、本当になんだよ。研究者。いや、それ医学部の方が上だろ。そう？だからそれ、リニガリさんをバカにしてるみたいな。待って、当たったんだよ。ごめん。は？雰囲気悪くね？ビーター、お前挟まれてる今。おら。お前それまた同じシチュー。よし、行くぞ、シチュー。あれ？あ、なかったっけ、なんかそれシチュー。なんだっけ、どっちが好きみたいな。あれ？なんだっけ、なんだっけ。かけるくんと、かけるくんと。なんとかくんでしょ？違う違う違う。かあ、そう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 。あれあれ出てるから気がする。高評価してるからな。高く評価した動画にある。会社会社。局地戦を一つ落としても。よし、物が使おう。ベストを尽くせ。だってやばいやばい。だってんだっけ、パンとシチューだっけ。あれかけるつける。違う違う、シチューをかけるかご飯と普通に食べ。えかけるか。
ご飯にかけるご飯にかけはご飯にかけはしないだろえ、ご飯にかける、そう、かけるだよ。ご飯にかける。ご飯じゃなくね、パンじゃないの、わかんない。え、ご飯、ご飯。ご飯だろ。マジ。ご飯。絶対各評価した動画今めっちゃ遡ってる今。目標を検索しろよ、普通に。爆撃だけ。え、めっちゃ上がれ。え、今俺すげえ。調子アップしたんだけど。ここでスライディングすると高くなるよ。このセレンとかで。入れるんだけど。俺ちょっと見えたぞ、今肩。早く行けよ。いるだろうか。あと囲いね。あ、裏から来てる一人。クソ見えねえ。クソ見えねえ。クソ。え、そっち？すいません。ああ。その調子だ。射程。次のラウンドに備えろ。かけるくん。射程。え、ビデオクリップ保存しました？ What？ サイド交代。ちょっと待って。どこだ？結構前でやったね。関芝より前だよね。余裕で。関芝。目標を守り抜け。裏はどこだっけ？こいつら A 好きな。え？来ないよ。来いせん。仕方ないね。ねえわ。いたんだけど。バレてる俺。わかんないチーム俺探してる。ごめん。ホームが来た。探すな。お、めっちゃビビ出てきた。そこら辺めっちゃビビ見てたな。あれイライアンイライアン出てきたよ。ナイス。お前下打った今もしかして？え？あれ？あれ？分かってなかったの？あれヒットマークは2回出てなかった。反射あ、反射か。これ落とし聞いてなかったから。あった、シッシュとご飯。ガムしたらまずか。あと俺はぁー分ける、分けるか、分けるって言った。分けるな。分けるくんとかけるくんだった。くったねえシチューとご飯だ、そうそうそう。めっちゃ面白かったな、あの時。この CM が面白すぎた。超見せたかったな、ほんとに。あ、ごめん。気づいたんだけど。ボム回収しやすい。ボム回収しやすい。ウケんだけど、何言ってんの。全然高評価ついてない、この動画。え高評価68なんだけど。結果発表。何投票したの？知らねえよ。知らねえ。だからなんだよ。なんで奈良県だったらシチューは分ける。知るか。知らん。俺も言っていい？うん。お前 A でいつも選択肢だよ。いや見てない。あ見てる。じゃあ俺する。てかいやもう普通に、いや A で広場から絶対来る。一人は。広場なんだ。で一人はセンター。多分。コネも抜けよ。くそ。ビーってる、ビーってる、ビーってる。あがたていた。ナイス。おーおー、マジ？同じとこ？くっせあ、じゃなかった。これが、いつもの打ち合いの成果。くせえあそこ伏せられると本当当てづらいか。でも俺ら鍛えてるけど。鍛えてる。俺らあそこにね、伏せられた時の対処法ちゃんと鍛えてる。もう伏せられても余裕勝てちゃう。てか結構巻き返されてね、ボボにするって終わると思ったらなんか6とも取られてる。81の呪いとか言ってる場合じゃなかった。普通に86だ。